脳に良いぼーっとする、脳に悪いぼーっとする。本大好き人間さん、24歳男性、唐沢先生の集中力が全てを解決するを読んでの質問です。ぼーっとすることは集中力低下を防ぐと聞きました。そこで実践してみたところ、確かに脳と心のリセットになった気がしました。実際ぼーっとするのが脳のリセット、その上で楽しむことが充電になるのでしょうか。ぼーっとするのは脳に良いのかっていうことですね。結論から言うとめっちゃいいですね。一昔前であるとみんなぼーっとしてる時間って一日の中であったはずなんですよ。電車に乗ってる時間、電車を待ってる時間、トイレに入ってる時間、お風呂に入ってる時間、大体何も考えないのでぼーっとしてると思うんですけど、今皆様方は電車に待ってる時間も電車に乗ってる最中もすぐスマホを出す、トイレの中でもスマホを出す、お風呂の中までスマホやタブレットを持ち込む人もいる。つまり一日の中でスマホを見ないでぼーっとしてなんか考え事をしてるような時間っていうのを持たない人がほとんどですね。そうなるとどういうことかっていうと、何もしないでぼーっとしてる時にはデフォルトモードネットワークっていうのが活性化してます。デフォルトモードネットワークっていうのは、脳が手すきの時に脳に入ってきた情報を全部こう整理して並べ替えて記憶して分かりやすくこう定着しやすいようにする、ある意味脳の整理機関なわけですよ。あるいはいろんなことをシミュレーションしたりですね、これから起きることをシミュレーションしたりですね、脳が忙しくないからこそできる作業をやってる時間帯がぼーっとしてる時間帯なんですね。かっこよく言うとデフォルトモードネットワークなんだけど、要するにこれが取れないと情報が整理できないので情報が定着しません。つまり物忘れとかひどくなってきて、最近ではスマホ認知症というものが言われてますね。認知症のような状態になってしまうわけですね。なので分かりやすく言うと、せっかく本を読んでも記憶に残らない、いくらスマホでいろんな情報を得ても全部忘れる、最終的には頭がぼーっとして脳が休む暇もないので、スマホとかを使えば使うほど前頭葉機能は低下しますのでね、余計そういう脳に対する疲労が強まる。ですから何もしないでぼーっとするというのは、デフォルトモードネットワークが活性化してて脳が整理されてて非常にいいということが言われてます。ただぼーっとしてる時に忙しい人がいるんですね。心配なこととかを考えちゃう人です。メンタルの患者さんとかはそうだけど、家でソファで寝転がってるのに、明日何々したらどうしようとか、このまま病気が治らなかったらどうしようとか、今日も調子悪いな、明日も調子が悪いのかしらどうしようとかですね、寝転がったりゆっくりして、特に何かスマホとかをしてるわけでもなく、ただ椅子に座ってるだけなんだけど、頭の中がめっちゃ忙しく回転してる人っていうのがいらっしゃると思うんですけど、これは脳を疲れさせます。ぼーっとしてるようで全くぼーっとしてない、脳が忙しい状態ですね。マインドワンダーリングとも言いますけども、悪い方にさまよってるわけですね。これが脳が疲れさせる。さらにいいぼーっとし方っていうのがあるんですけども、さらにいいぼーっとし方っていうのは、いわゆるマインドフルネスと呼ばれてるものですね。マインドフルネスっていうのは、今ここに集中すること、今ここに集中した状態というのがマインドフルネスです。ですから今こうやって皆さんがカバさんの動画を見て、あ、カバさんいいこと言うなとか、あの桜の木が綺麗だなとか、目の前に映ってる画像と内容についてのことだけを考えていると、それはマインドフルネスなんだけど、あ、腹減ったな、この後なんか食べようかなとかね、この後なんかやらなきゃいけないなとかね、そういう状態で見てるとしたら、それはマインドワンダーリングで、マインドがワンダーしちゃったんですね。マインドフルネスの状態は、デフォルトモードネットワークがお休みモードになると言われています。つまり脳が一番回復するのがマインドフルネスなんですね。だから散歩する時とかも、あんまり細かいこと考えずに、いや桜綺麗だなとか、青空が綺麗だなっていう、今ここの目に入るシーンだけに注目して散歩すると、マインドフルネスの状態に入りやすい、脳を一番休めるですね。それが本当に脳にいいぼーっとするってやつですね。ぼーっとしてるようで、今ここに集中しているわけですね。こういう状態になれると、ものすごくリラクゼーションや切り替え、あるいは不安というものを簡単に手放すことができるので、ぜひメンタルの患者さんにはそういうのを目指していただきたいんですけど、無理ですって皆さんがすぐおっしゃる。だから朝散歩かけるマインドフルネスっていうのを一番おすすめしてるんですね。瞑想って難しいんですよ。私も瞑想結構やってたんですけども、30分とか瞑想するってほぼ難しいんですね。すぐ雑念とか余計な考えが浮かんでくる。相当練習しないと瞑想ってできないんですけど、歩行瞑想っていうのかな、歩きながら瞑想するっていうの、歩きながら例えば朝散歩しながら目に入るものだけのことを考える。青空が綺麗だなとか、1212って朝散歩してるなとか、ポカポカしてるなとか、それってマインドフルネスだから、歩きながらマインドフルネスって簡単に誰でもできるんです。だからその辺から練習していくといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、ぼーっとするというのは基本的にいいことですけども、ぼーっとしてるようで忙しく頭を回転させると逆に脳が疲れますので注意してくださいね。マインドフルネスの状態に入るとものすごくいいんじゃないかというふうに思いますので、そういったものをぜひ目指してほしい。とにかくいつも不安なことや嫌なことやネガティブなことが考えてしまうという方は、とにかくマインドフルネス練習していくとね、結構楽になっていきます。雑念を取り除く方法ベスト3。
精神科医樺沢翔のカバチャンネル、今日は伊豆高原の池の里山からお伝えしています。今日は質問いただきました。瀬戸香さん、27歳男性、雑念を取り除く方法ベスト3を教えてください。何か物事に集中したいとき、どうしても雑念が湧き起こってきて、そちらに頭が支配されています。後回しにすることを決める、簡単な仕事ならすぐやってしまうといった方法は知っていますが、どれが一番効果的なのでしょうか。雑念を取り除く方法ベスト3、第1位は書いて忘れる。これとても重要ですね。雑念が湧き上がった時、それをとりあえずメモかなんかに書いて、もう書いたから忘れようって言って忘れるっていう方法ですね。私はそのやり方ですね。だってここに書いてあるわけだから、それ考えるだけ無駄じゃないですか。書いてそこに置かれているとしたならば、それ以上それを考える意味ってないので忘れられるということ。あともう一つがツァイガルニック効果っていう心理学の法則がありまして、人間というのはまだ完了してない出来事をより強く記憶するという法則があるんですね。つまり完了したものに対してはスパッと吹っ切れて忘れるということです。例えば A さんにメールを返信しないとっていう考えが浮かんだ時に、メール返信すると時間がかかっちゃうので、本当だとメール返信した時点でその物事が完了して忘れるってことになるんだけど、紙に書いたってことにおいて、少なくとも後で思い出さなきゃならないっていう部分はなくなるわけだから、書いて忘れようって言って書くわけですね。書いて忘れるっていうのは練習しないとすぐにはできるようにならないです。だから普段から書いて忘れよう、書いた以上思い出しても時間の無駄なんで気にしないようにしようっていうことを普段からずっとやっていくということが雑念を振り切るためですね。だから最初のうちはなかなか書いてもまた湧き上がってくるかもしれません。あと書いたものを机の上にこうやって置いとくといいです。そうするとそこに書いてあるっていうのがもう歴然と分かりますので、そこへのこだわりというものが非常に吹っ切りやすくなります。2つ目、3分ルール、もしくは2分ルールとも言われますけども、3分でできる仕事だったら今やっちゃった方がいいんじゃねっていうのが3分ルールですね。さっきのメールの返信とかがそうです。 A さんにメール返信しないとっていうふうに思ったんなら、もうその時点で3分かからないと思うので今すぐやっちゃうってことですね。そうするとそこで完了しますので、それ以上それが思い出せれるってことはありません。一番いい方法です。これをまた元の仕事に戻っても、途中で A さんにメール返信しないと、10分ぐらい経っても A さんにメール返信しないとっていう風にして、メインの仕事を何度も何度も妨げ続けるとしたら、それって3分以上のロスになっちゃうんですよ。だからそれだったら思いついた時にやってしまったらいいんじゃないのっていうのが3分ルールですね。人によっては2分ルールっていう風に書いてあるのもあるかもしれませんけど、まあ3分ルールでやっていくといいと思います。3番目、マインドフルネスですね。そういう風に雑念にとらわれすぎちゃうっていう人はマインドフルネスをやったらいいと思います。マインドフルネスっていうのは今ここに集中することです。ですから雑念にとらわれるってことは今ここに集中できないってことですね。マインドフルじゃないってことですね。なのでマインドフルネスを練習することによって、今やってることに集中しないとという集中力を高めることができます。集中力のトレーニングもありますので、マインドフルネスってのはメンタル的にも非常にね、ストレスを解消効果もありますし、集中力を高める効果もあり、非常にいろいろなメリットを持っていますので、逆に雑念に支配されやすい人はマインドフルネスというのはちょっと取り組んでみてもいいのかなと。マインドフルネスの本たくさん出ていますのでね、そういったものを読んで勉強するのもいいと思います。という形で、私はアウトプット大全にも書いてありますけど、書いたら忘れることができるということをもっと皆さんに認識していただきたいですね。だから雑念が湧き起こったらすぐ書いて忘れる、お癖にしていただくと、もう別に雑念にあまり支配されずに集中して仕事ができるようになります。精神科医樺沢翔のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。脳を回復する休憩術ベスト3。ももへさん、31歳女性、休憩時間にスマホを見ると脳が休まらないということを学び、なるほどなと思いました。しかし休憩中は疲れもあるためか、本を読む気にはなれず、昼寝くらいしかすることが思いつきません。おすすめの休憩の過ごし方はありますか。じゃあ答えを言う前に、皆様のベストの休憩法を書いてください。仕事の合間の休憩という縛りで書いてみてください。皆さんぜひ。ということで、樺沢がおすすめする脳を回復する休憩術ベスト3、第1位は会話、コミュニケーションですかね。会話、コミュニケーションして楽しい。そういう時にオキシトシンという物質が出ます。オキシトシンはすごいリラックスの物質なんですね。だから脳を休める作用が非常に強い。扁桃体という脳の警報装置もオキシトシンが分泌されると休まります。不安な感情もオキシトシンが分泌すると減るんですね。だからオキシトシンが出るとものすごいリラックス効果になって休憩効果が出る。職場で言いますと、コーヒースタンドのとこで最近どう、ちょっとあれどう、なんか面白いことあった、そんなくだらない雑談が実はものすごい癒しの効果になっているという。
です。最近ではテレワークになって雑談というものがものすごく少なくなってしまいました。そのためテレワークでメンタルダウンが多いというのは実は雑談とかによるコミュニケーション不足が原因じゃないかということを指摘している専門家の方もいらっしゃいます。ということで脳を回復する休憩術おすすめの方法ベスト1は会話、コミュニケーション、雑談ですね。ベスト2は立つ、歩く、運動する。一番悪いのは休憩時間にずっと座ってるっていうことですね。座り続けると脳のパフォーマンスがものすごく下がるのと体の血流が悪くなってきてものすごく健康に悪いということが言われてますね。仕事中はずっとなんかパソコンしたり机に向かって何かやってると思うのでせめて休憩中は立ち上がってですねコーヒースタンドのところまで行って立って会話するのがすごくいいよって言ったんだけどちょっと歩いてその後立ってるってことが意外といいんですね。ストレッチっていうのもすごくいいと思います。軽い運動ですね。肩をぐーっと伸ばしたりですね上にぐーっと伸ばしたりですねあとこう肩をぐーっと伸ばしたりですねそういうストレッチをよくやりますけども、まあ、そういうちょっとした運動をするとか立ち上がってやってほしいです。できればね休憩時間なのでスマホよくありませんよっていうのはスマホの情報が脳を疲れさせるっていうことと大体スマホやる場合座ってやってるでしょ皆さんね。だからもしどうしてもスマホやりたいなら立ってスマホやれば多少の休憩効果がアップするんじゃないかな。あとだからちょっとトイレに行ったりとかあとなんかコンビニまで買いに行くとかそんなのもいいわけですね。ちょっと歩く短距離歩くこれもすごくいい気分転換になります。今テレワークとかやってる人の場合は家だとねちょっとスクワットとか腕立てとかそういうちょっと筋トレ的なメニューを5分ぐらいやるだけでもちょっと軽く汗が流れてすごいいい気分転換になりますのでベスト2は運動する立つ歩くです。さて脳を回復する休憩術ベスト3は何もしないもう具体的に言うとぼーっとするあるいは目をつぶって休む机にうつ伏せになる仮眠するあと瞑想そういったものを全部含めてぼーっとする。何度も言ってますけど視覚情報っていうのが脳を疲れさせるんですね。逆に言うと視覚情報の遮断っていうのは脳をものすごく休める回復するんです。なので瞑想とか言ってもなかなかやり方が難しい。瞑想できる人はね瞑想とかすごくいいと思うんですけど瞑想できない人は目つぶってぼーっとしてるだけで瞑想に近い脳の休憩効果っていうのが得られます。だから皆さんなんか休憩時間に何かしないともったいないっていう形でスマホをパッと抱き出してですねチェックするわけですけどもそうすると休憩が始まる前より脳のパフォーマンスはもっと落ちてしまうというそういう残念な結果に、ね、なってしまいますね。せっかくの休憩だけども脳の休憩になってないってことですね。ゲームすると楽しんだ休憩時間に行っても面白い楽しいっていうのは脳が活発に活動してる状態逆に言うとある意味疲れちゃうんですね。だから仕事の最中とかの休憩時間にやる娯楽としてはスマホとかゲームっていうのは非常に不適当かなというふうに思いますけどということでベスト3ですね。脳を回復する休憩術ベスト3ということで3つお伝えしましたけどもね。ということで会社にいる仕事中なので休憩時間の後も仕事のパフォーマンスをバーッと上げて生産性高く仕事をしてさっさと今日のノルマを終わらせて帰った方がいいわけなんで脳をしっかりと休めてですね脳のパフォーマンスを高めるような先ほどお伝えしたような休憩術をぜひ実行して1日とパフォーマンスをガーンと上げてですね能率的に仕事をしていってほしいなと思います。